今回のテーマは、まあ、結婚の話を書いてますけど、結婚に限らず、まあ、共通してる話だと思ってもいいかなと思います。何かやろうとして、やろうとする前に条件が変わったというか環境が変わったっていう、そういうケースですね。で、まあ、結婚みたいな、結婚とかまあ就職とかいろいろあると思うんですけど、そういう時って、まあ、人生的に大きくこう変化を求められる。たとえ、例えば家から通う仕事を通える範囲でっていうようなことであったとしても、当然仕事とかであれば変わるし、結婚となれば相手が家に来るっていうパターンでも、もう日常と全く違っていく。非常にこう今の状態から大きく変わるっていう時っていうのは、まあ、ストレスも大きいんですよね。だからこう予定通りにならないってなった時にどうするかって悩んでしまうんです。で、予定通りにっていう話を考えてしまうから悩むんですけど、実は、まあ、今回のテーマのように結婚しようと思ってたけど条件が変わったとか環境が変わったとかってみたいになった時に、どこを見たらいいかなんです。見るところはもう一つです。自分はどうしたいのかですね。どうするっても何をどうするかって話なんですが、その人と一緒になりたいかどうかなんです。その人が例えばすごい借金持ってたとかでもいいです。あるいは自分が、まあ、働いてた環境が変わって転職せざるを得なくなったとか、まあ、無職になるとかでもいいんです。全然構わない。その社会的な要因はどうでもいいんです。で、それよりも自分自身がどうありたいか、その人と一緒にいたい、暮らすかどうかっていうのも実はあまり重要じゃなくて、それも社会的な要因みたいなもんです。一緒に暮らすかどうかよりもその人と共にありたいかどうか、ただそれだけなんです。それをどう思うか、もし一緒にいたい、一緒に生きていきたいってなるんだったら、もうその他の要素っていうのは全てそのためにどうしたらいいかっていうだけの話になるんです。もう非常に単純。いや、だって無職になったらだって一緒にやっていけないじゃんっていうふうに思ったりするかもしれないですけど、それは大して重要じゃない。だってじゃあ仕事を見つけてから、仕事を始めてから結婚すれば、もっと言えば結婚そのものが、婚姻届を出すことが結婚ではないです。まあ当たり前の話なんです。当たり前の話を当たり前のように並べると、その人と一緒に生きていきたいかどうかっていうところに行き着いちゃうんです。だから条件で悩んだ時に、条件をあれこれ考える、条件をどうにかしようとして考えるんではなくて、自分どうしたいかなっていう、ただそれだけ。そして相手に、私はこうしたいけどそれでもいいって言って、相手がそれでもいいってなればもうそれだけなんです。それを先で、条件が変わったけど一緒に暮らすように選択するのか、時間や準備ができるまで、まあ、別々に暮らすなり、なんか条件が揃うまで、こう待つなりっていうのは、まあ、そんなの別にどうでもよくて、今生きることを止める必要性が全くない。今一緒にいることをやめる必要がない。ただそれだけです。本当シンプルに考えていい。だから考えていたこと、予定していたことがダメになったとか変化したとかっていう場合、それはネガティブな要素とかでは全くなくて、変な話、自分の内側にあるものを確認させてくれてると思っていいですね。なんていうんだろう、これからやっていくことに対してどう、大丈夫ってみたいな感じです。で、まだいいところをついてくるんです、そういう時って。で、不安にさせる。で、不安になる必要がない。不安じゃなくて、ああ、やっぱ私この人好きだなってなれば、もうそれが答えです。そしてその感覚こそが、これから先最も大事になってくる。すべての判断において軸になるから。逆に、いや、あの人の仕事が変わるんだったら私そこまで一緒になりたいと思わないみたいな感じの、社会的な要因を条件に出して自分の気持ちを照らし合わせるんであれば、照らし合わせるというか、その反応するんであれば、それはまあやっぱりちょっとできれば、まあ結婚してもいいんだけど、その結婚というものに関して
結婚は常に状況、環境は変わるものなので、だから、そのまま結婚しても大丈夫かなってちょっと思います。もし私が相談を受けてたとしたら、その人のどこがいいのって聞いちゃうと思う。で、冷静になってもらうと思います。別に、彼の稼ぎとか彼女の稼ぎがいいから一緒になるっていうのでも構わない。それはそれで一つの選択なので。でも幸せに生きていきたいっていうのであれば、幸せっていうのが一番に来ないと判断できなくなるんです。だからそれをこれから先どうするかは、まあその時に考えればいいですけど、今の自分にとって一番は何だろうっていうふうに問いかけして、それが生活力とかってなるんだったらそれでいい。でも生活は何とかするけど、でも自分は一生一緒にやっていきたい、暮らしていきたいという人と共にありたいっていうのであれば、それが一番で、その一番を基準にもろもろを決める。だから一緒にいたいという、この人が好きだっていう気持ちが軸の人はもうそれだけ考えてればいいし、それに合わせて何をすればいいかって判断すればいい。生活力っていうんであれば、生活力を得られるような手段を取れるんだったらそれに邁進していけばいい。取れないんだともう終わり。ただそれだけなんです。シンプルにする理由は、シンプルにしないと何もわからなくなるからです。で、いつの間にかそうさせられてたとか、自分は望んでいなかったとか、勝手にやってしまったとか、やられてしまったとか、そんな外側に原因を求めるようになってきます。それは幸せな人生ってなかなか言えないかなとは思います。それも一つの生き方なんですけど、いろんな生き方がある中でこういう選択の仕方もある、こういう考え方もあるというふうに捉えてもらえたらいいかと思います。何を選択してもいいんです。今の時代それが許されるから。でも私は幸せでありたいっていうのが私の中にあるので、だから幸せであるための選択っていうふうに求めてる人に対してはこれが大事っていうふうに伝えてます。参考にしてみてください。